バイオナ、またはバイオンヌは、フランス南西部、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネーアトランティック圏の群長所在地で、フランス領バスクの中心都市である。大バイオンヌとサントマリー大聖堂バイオンヌの市街、バイオンヌは、ビスケー湾からアドゥール川を遡ったニーブ川との合流点に位置する。ピレネーアトランティック圏では、ポーに次ぐ規模で、バイオンヌエスト、バイオンヌウエスト、 バイオンヌ主導の三つの関東の将軍庁所在地でもある。バスク地方においては、ピレネーサン・ムヤクイ北の北バスクの一地域、ラブールの主要都市である。市街中心部は、アドゥール川とニーブ川によって、大バイオンヌとコバイオンヌ、サンテスプリの三つの区域に分けられる。それぞれの区域は、橋で結ばれている。バイオンヌは、近郊の都市である、ビアリッツ、アングレットとに、 コミューン連合を形成している。1972年からの交通インフラ整備を皮切りに、1999年からはバイオンヌアングレット・ビアリッツ都市県共同体として、地域経済の活性化や環境保護、高等教育の分野で地域協力を行っている。また、バイオンヌからスペインのサンセバスティアンまではユーロリージョンとして国境を越えた。 自治体同士の連携が図られている。紀元前3世紀、ローマ人によって、駐屯地が置かれ、ラプルグムと呼ばれた。この名は、北、バスク国の一地方名ラプルギに今日も残っている。続いてバスコンビトがこの地を支配、彼らによって、バイオンヌと名付けられた。バイオンヌという地名は、バスク語で、川を意味する語に由来する。840年。 現在のデンマークからバイキングがバイオンヌに到達、その後も9世紀から10世紀にかけてバイオンヌはバイキングの侵攻を継続的に受けることになる。アキテーヌ工領に吸収されていた1 1 5 2年、女性領主であるアリエノール・ダキテーヌが後のイングランド王ヘンリー2世と再婚したことにより、バイオンヌは12世紀から15世紀にかけてイングランドの支配下に置かれた。この結果、 スペイン国境に近い軍事的要衝でもあったことから、100年、戦争以降、英仏間でバイオンヌをめぐる争いが繰り返されることになる。そのため、武器生産も盛んとなり、銃剣はその地名にちなんで、バイオネットと呼ばれた。アドゥール川やバイオンヌ港の整備が進むと、バイオンヌ経済は、タラ漁や捕鯨といった漁業及びその加工業で、潤った。16世紀後半には、 イベリア半島からユダヤ人たちがサンテスプリに移り住み、彼らがもたらした技術と知識によってバイオンヌでチョコレートの生産が始まった。20世紀にフランコの独裁政権から飛護を求めてやってきたスペインバスクの人々はショーバイオンヌをその拠点とした。1854年にパリと鉄道で結ばれ、ビアリッツで休暇を過ごす人々の観光拠点となった。その後、 経済は一時低迷したが、20世紀に近郊のラックに油田が発見され、石油関連産品や周辺地域の農作物などの輸送の用として、活況を取り戻しつつある。バイオンヌの生ハム大西洋岩は、保養地として知られ、近年サーフィンをはじめとした、マリンスポーツのリゾートとしての再開発も進み、観光業も盛んである。バイオンヌの特産品には生ハム、 チョコレート、塩などがある。伝統料理は、ピペラード、アショアなど。近郊のエスプレット3唐らしで味付けされた、バイオンヌのハムはジャンボンドバイオンヌとして有名である。唐辛子は、バイオンヌのマヨネーズ、バヨネーズにも使われる。アルマニャックとハーブを使ったりキュール、イザラもよく知られている。この他、バスク伝統の仕込み図への生産も行われている。 サントマリー大聖堂セイレオンこのほか、復活祭の時期にはハムの見本市が開催される。主な言語はフランス語である。初等教育ではバスクごとのバイリンガル教育も行われている。バイオンヌコはラック油田産出の洋や原油、ランド県やピレネアトランティック県産のトウモロコシや肥料、木材などの積み出し港である。年間の貨物取扱量は約400万トンで、 フランス国内で第9位の規模である。鉄道はパリとアンダイエを結ぶ TGV。大西洋線が開通している。ビアリッツやアングレットとの間にはバスも多い。思考外にはビアリッツアングレットバイオンヌ空港があり、パリやロンドンなどと結ばれている。法大学付設の工業技術短期大学であるバイオンヌ工業技術短期大学がある。先行分野は経営学。 小学、情報学、機械工学など。このほか、思考外のビダールに建設されたテクノポリスに、バイオンネ高等先端工業技術学校がある。ありがとうございます。